では続いて4代執権北条常時のお話を軽くしながら円覚寺まで 1.9 キロ歩きます。3代泰時が亡くなって泰時の息子が4代執権と行きたいところなんですが、長男次男はもう亡くなってて、そして末っ子三男はまだ2歳だったんです。じゃあどうするのってことなんですが、泰時の長男に息子がいたんです。だから泰時の孫ですね。ということで孫の常時19歳が4代執権となります。この時は新たな問題が発生しています。この時の将軍が4代目の藤原頼経っていう人です。この人は2歳の時に3代執権泰時に連れてこられて将軍になってるんですね。まあ2歳児に政治的意見なんてあるわけないですから、それで北条が優位に立ってたんですね。しかし今や頼経も大人になって将軍としての自我が芽生えてるわけですね。で、そこに反北条の人たちが集まるんです。有力御家人の三浦康村とか、あとは北条の分家の人たちも執権になれなくて悔しいから将軍につくんですね。こうして反北条の勢力が大きくなってくるんです。すると執権常時は将軍頼経をクビにします。そして頼経の息子の藤原頼次を5代目将軍にします。6歳の子供を将軍にすることでまだ北条が優位に立とうとしたわけですね。しかし頼経お父さんが元々いた京都に帰らずに鎌倉に留まるんです。それで将軍にいろいろアドバイスとかするわけですね。これじゃあ将軍をクビにした意味がないですね。常時は焦るわけです。そしてこのストレスが積み重なって常時は23歳という若さで亡くなってしまいます。そして常時の子供はまだ幼いということで弟の北条時頼が5代目執権となります。しかし時頼もまだ20歳です。この若さはちょっとヤバそうですよね。反北条勢力もよっしゃ大チャンスって思うわけです。しかしこの5代執権時頼はスーパーカリスマ執権だったんです。この状況を全てひっくり返します。